やばい、声がなんか声カスカス、カスカス、声めっちゃあれだけど、おはよう、おはようございます。よー、今ガチで眠気です。なのでマスクにフードを買うって、もう全力でいろいろカバーしております。はい、おはようございます。ちょっと配信予定を触れるのが遅くなっちゃって、朝に気づいて朝入れたんだけど、寝ぼけながらなんか寝ぼけながらショールームさ開くと勝手にさ配信始めてないか心配になっちゃうんだけど、だよね。そう、本当についさっき入れた、ごめんね。あ、でも大体公演の日はこの時間です。ぜひ覚えてください。試験です、ありがとうございます。いや本当に寝起きすぎてやばい、目もなんかパンパンだけど、なんとなく分かってたよ、天才。公式さんが面白い動画アップしてみました、みんなで見た昨日コバありがとうございます、ハートもありがとうございます。いよいよ公演の日ですね。なんかどうしよう、久しぶりだからなんかちょっと緊張するかもしれない。ありがとうございます。うわチョコ、やばい、寝起きすぎてもうこうしたいこうしたいんだけど、これだけもそうだ。はじめまして、ビギナーさん、本当ありがとうございます。ピオリン連れていくよ、本当なのかな。ごめんね、うるさかったらごめんね、犬ワン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 。前髪揃ってる、おはよう、おはよう。幕開くのがめちゃめちゃ楽しみです。 DMM 最前、緊張しますぜひ皆さん DMM でもいてください。嬉しすぎてあんまり寝れなかったから、学校で寝てくる。そっか、学校行ってから来るんだね。ありがとうございます。ごめんね、顔全然見えないよね、申し訳ないです。さっき起きたんですよ。試験さん、おはよう、おはよう。
三脚持ってこればよかった。昨日ようやく荷物こ、ごめんなさい、また落としちゃった、また落としちゃった。よいしょ、ごめんなさい。もう自分で携帯持つと落としちゃう。ちょっと三脚持ってこよう。ごめんね、びっくりしたよね。ごめんね、ごめんね。前も一回、前も同じことやった。ごめんなさい、ごめんなさい、本当に申し訳ないです。ちょっと、ちょっと、あの、落とさないように気をつけます。壊れなかった、全然大丈夫。ごめんね、本当にごめんね、びっくりしたよね。何何、あ、今日誕生日です、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。さっきも誕生日の人いた、嘘、さっき、だいぶ短い歌だけどね。おめでとうございます。じゃあどうしようかな。でも、なんかお芋のアバターだからお芋のイメージしかないので、今日はお芋をいっぱい食べてください。そう、誕生日もう一人いるの、誕生日ですか、お名前が呼べない。なんかもうアバターのイメージがどうしても皆さんのは住み着いてるので、そうなの、誕生日で公演ね、今日当たったって言ってたもんね。おめでとうございます。え、すごくない、2人とかあんまない気がする。わあ、おめでとうございます。Happy birthday to you. Happy birthday to you. じゃあ、ミクルンファンの方でしょ。ミクルンファンの方。ミクルンは、ミクルン。の好きな食べ物を食べてください。はい、あのね、あの最近見たよって方に一応伝えると、なんかあの毎回ね、前はケーキ、その人が誕生日に何ケーキを食べたかってのを言ってたんですよ。夜配信とかだったらもうみんな食べた頃だからね、そう当ててたんですけど、なんか最近はこう朝配信とかもあるから、最近はなんかまあ半強制ぐらいの感じで食べたい、これ食べたいっていうのをみんなに言ってます。お誕生日の方にぜひ皆さん自分の誕生日の時は挙手してください。
自己申告制でお待ちしてます。わかりましたお願いします。今日のメニューを決めてあげる。自分の番が回ってくるのをね、皆さん楽しみにしててください。あ、昨日つぼ焼き、つぼ焼き芋も炊いて甘くてうまかった。あ、見たよ、つぼ焼き芋ってさすごいね。つぼ焼き芋私食べたことない。え、普通のスーパーに売ってるのとかってつぼじゃないもんね。た普通の焼き芋ね。つぼってあんま見たことない。11ヶ月後だいぶですね。次回ってくるのは10ヶ月後。自分の誕生日の頃には収録で生指ができてることになってれば、ね、早く呼べたらいいですね。本当に。あ、お仕事いってらっしゃい。おはようございます。今日はみんなのことをね、たくさん見つけたいと思いますので、皆さん、こんなアピールするよとか、こんなことしてるよとか、こんな服着てるよとか、どこら辺だよとか教えてくださったら嬉しいです。昨日食べたカニの駅弁美味しかった。あ、駅弁フェアいいな。誕生日一緒なんですか。 私と一緒ってことかな。今日の公演よろしくです、よろしくです。10カウントありがとうございます。 DMM 最善でも皆さん見てくださいね。 DMM 最善の方もちゃんと見えてるので特殊な私の能力で見えてるので、はい、仕事中の、はい、自分も見つけますよ。あ、そうなんだ。12月2日なんだ。もう同じ誕生日の人見たことないな。ありがとうございます。そう、みんな見えてるからね。たくさん。画面の前で応援してください。画面の前で生誕って来てもいいんだよ本当に。生誕ティーにサイリウムにね、寄生タオルを巻いちゃったりとかしちゃってもいいので、ね、ファイトありがとうございます。伝えたくね、みきちゃん。ありがとう、ありがとうございます。
ありがとうございます。パチパチもありがとうございます。あと5日で300日。本当だ。わあ、あと2ヶ月ぐらいなのかな、だいたいね。バラありがとうございます。あ、300日もあれ出るやつか、なんかあの300日っていうやつ出るのかな。ちょっと皆さんの方が詳しい。何もなんか空いてますように。私そういう時に限って大体ね、朝配信になっちゃうとかなっちゃうかもしれないけど、朝配信だったらまあちゃんと早起きします。うん、絶対に早起きして1時間ぐらいは配信できるようにしたいなと思います。時間やばいかな、もう今何時ですか。遊びに来てありがとうございます。あ、やばいね。よし、じゃあランキング見たいと思います。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ほっぺのパチパチで失礼します。ではではでは、皆さん今日は青春ガールズ会久しぶりですね。もう久しぶりと言っても1週間ちょっとなんですけど、緊張、ちょっと緊張するんですけど頑張るので、ぜひ皆さん見てください。公園来る方もお待ちしてます。そして DMM でも皆さん見てください。じゃあ公園で会おうね。行ってきますに行ってらっしゃい。行ってきますに行ってらっしゃい。いけいけ。ありがとうございます。頑張るね。バイバイ。二度寝、二度寝みんなしていいよ。バイバーイ。皆さんもお仕事の方とかも頑張ってください。私も頑張ります。ありがとうございました。